みーみーチャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは。みーみーチャンネルのみーみーです。ハーマーです。カメです。ちょっと今日はタイピング対決をしていきたいと思います。イエーイ。ママ絶対勝つ自信あります。みーみーは自信はありますありますよね。あるよね。じゃあ、 負けた人は罰ゲームしよう。じゃあ僕は負けた人は、まあ、チョコレートの食べ放題って言いますか、ね、やだ。それ、じゃあ耳の弓矢で頭を射抜かれるっていうのどうですか。いいですよ、いいですよ。なんか歌とかにしようよ。だからなんか負けた人は歌を一曲踊りながら披露する。熱唱熱唱。恥を知りなさい。恥ずかしがっちゃダメなの、絶対に。へー、耳高な年頃だけど大丈夫ですか。いや大丈夫ですよ。あ、大丈夫ですか、うん、はい。泣かないでよ。いや、歌いたくないって泣かないでよ。もう6年生になるんだから。もう6年生になるんです。ですよね。そんななの、そんななの、そんななの、そんなの。泣かないですよね。よし、じゃあそれでいこう。よし、一応ハンデ決めて。あ、そうね、ハン君上手だから。あ、そうね、そうね。まあ、ハンデを決めつつやりましょう。はい、じゃあレッツタイピング。なんだこれ。じゃあ行きますよ、ママ。普通のおすすめコースっていうのでやります。よーい。ね、絶対話しかけないで。絶対に話しかけないで、真剣にやるから。いい？よーい、スタート。もう気が散った。ミーミーの気すごく気が散った。ほらー、さっきの練習よりもあるのに。損してる。あ、じゃあこれね。60円分も損しちゃったー。はい、次ミーミー。じゃあどうぞ。ミーミー王国のミーミー王子。お、ミーミーすごいよ、王子だね。力を思い知って。うちはね、お手軽でいきますから。普段パソコンなんて使わないしさ。いいよ、喋らなくていいよ、落ち着いて。喋った方がいいね。言ってママ全部。ゆうき、風鈴、キャベツ、キャベツ、頭突き、頭突き、眠り姫、ソリティア。ソリティアって何？デュじゃない？ソリティア。大掃除、茶碗蒸し、シャーベット、ぴったりサイズ、ロケットパンチ、え？
終了。早くない？終わんの。あーギリギリママより損しちゃったね。でもすごいね、意外とできるね。すごい、意外とできると思った僕も。もう一回やる。もう一回ミミ、もう一回カメ君、カメ君、はい、よし。僕はじゃあカメ君ハンデだよね。ハンデで高級にします。まずね、はい、だって1万人の中は700ない。じゃあ速度じゃなくて性格の方が難しいから、うん、性格重視でやりますね、はい、何性格って。一回でも間違えたらなんか戻っちゃう、寿司がなしになっちゃう。いきますよ。はい、400円分お得でした。やだ、じゃあカメ君の勝ちじゃん。ギリギリ勝った。そうですか。100均で300円。よかったですね。かっこいいっしょ。かっこいい。あ、ここに入れるのね、弓をね。そう。この穴にね。